江戸後期に活躍し「富嶽三十六景」で知られる浮世絵師飾北斎琉球八景展では現在の那覇市などの風景をはじめその制作途中ですられた競合釣りも展示されています北斎は琉球を訪れたことがないとされており実際に浮世絵を描く際に参考にしたとされる作品も紹介されているほか県内の学生が作成した浮世絵のアニメーションも上映されています 色のついてない状態と色が重なった状態、両方見て、色のない状態で見ても、あの書き込みとか遠近感とかがしっかりこの時代でも再現されてて、すごいなって思いました。葛飾北斎琉球八景展は、来月12日まで開かれていて、期間中、展示作品を題材にした落語も行われます。